とってもジューシー、めっちゃうまい。ということで今日は山賊焼きやってみます。山賊焼きって知ってます？まあ大きく分けて揚げるか焼くかっていう2種類あるんですが、今日焼く方やってみます。長野県と山口県の有名ご当地グルメですね、それやっていこうと思います。山口県では運転免許を取得した時に最初のドライブに食べていく料理として定着しているそうです。ウィキペディアよりということで作っています。まず鶏肉ですね。こんなでかい鶏肉買わなくてもいいです。1人前だったらこれの半分ぐらいでちょうどいいかもしれません。で、鶏ね、厚みがあるとこと筋あるとこ、こうやって包丁入れとくと火の通りがいいのでしておいてください。まあ筋取る人もいてるんですが、まあ、山賊焼きなんで僕は取りませんでした。ここは豪華にねグッと焼いていこうと思うんでね、筋だけ、筋切りだけしておきます。で、大きなボウルに入れて、ここにもタレをそのまま絡めていきます。作りながら絡めていく感じですね。蜂蜜入れました。蜂蜜は多分肉の繊維を壊して柔らかくする作用もあるし、甘み、今日は甘みはこの蜂蜜を使いました。そしてあとは醤油、みりんですね。それをタラタラっと自分の好み次第で入れていきます。で、醤油はあまり入れすぎると辛くなるのでね、控えめでいいと思います。で、胡椒、僕は胡椒好きなので多めに入れてます。で、ここで隠し味、カレー粉ですね。あんまりカレー粉が多いとカレー味になってしまうので少しでいいです。で、ニンニクのすりおろし。次に生姜のすりおろし、これを入れておきます。生姜は臭み抜きにもなるのでね、ちょっとたっぷりめに入れると美味しいかもしれません。で、絡める、そして絡める。で、この状態で鶏肉に味を染み込ませたいので、ちょっと置いてた方がいいと思うんですよ。なので約、15分から30分僕は漬け置き、ちょっと常温でこのまま置いておきます。はい、おかえりなさい。これで大体30分ですね。30分置いてみました。どうでしょうか。まあ色的にかなりいい味に染み込んでると思います。それから染み込んだ出汁に直接パッとかなんかに置いてください。もうこれ拭きません。山賊焼きやから山賊っぽく大雑把にいきましょう。片栗粉そのままぶっかけます。大体ですね、もうこの辺大体こんな感じでべっとりと。この料理にはね、醤油とか蜂蜜とかちょっと焦げやすい材料が入っているのでね、色付きがいいです。なので揚げる際は油の温度あんまり強い方がいいですね。まあ焦げた方が山賊っぽくていいんですけどね、それを目指す人はちょっと強火にして山賊目指してください。で、皮目の方から焼きます。しっかり焼きます。しっかり焼いてここで裏返していくんですが、山賊目指しましたね。これちょっと目指しすぎと思われるかもしれませんが、これぐらいが山賊っぽくでいいと思います。僕はこの感じが好きです。山賊焼きです。もしね、周りでね焦げてるやんとか言われたらね、いいんです。山賊焼きやからこうやって焼いてるんですって言えばいいんです。決して失敗ではありません。これが山賊焼きです。
はい、完成です。山賊焼き。はい、それでは、いただきます。山賊焼き。この火の通る感じ。皮目がパリ、ちょっと焦げてるぐらいが山賊焼き。ちょっといただきます。うん。うまい。とってもジューシー。めっちゃうまい。皮目がね、パリッと焼けてて身がふっくら。やっぱり皮目をしっかり焼いた後、身の方を焼く。そういうやり方ですると皮目パリッていきますね。美味しいです。めっちゃジューシーでしょ、ほら。肉が。乾燥してないです。パサついてない。うん。うまい。で、ちょっとね、やっぱりカレー粉を加えることによって、香りも良くなってる。すごくうまい。どっちかというと、なんていうかな、インドの、タンドリーチキン風、風じゃないな、そっち方向っぽい味です。かなりうまい。これはまあ自家製万願寺ですね。皆さんもぜひ、プランターとか庭あったら植えてください。これめっちゃ便利です。で、これね、何かつけようと思ったら、こういう、なんていうかな、柚子胡椒とか、そういうのもこう、ちょっとね、つけて、こう、つけて。もちろんこれビールのあてにも合うんでね、ぜひやってみてください。ビール飲みながら作るとか、そんな感じでもいいかもしれません。で、柚子胡椒を塗って、食べる。ほら、うまい。やっぱりうまい。うん。簡単だしね、ぜひお家でやってみてください。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録、よかったらいいねボタンよろしくお願いします。ぜひやってみてください。美味しいですよ。うまい。皮パリッパリッ。